黒姫高原スノーパークは長野県上海の地群品野町にあるスキー場である。北進五竹の一つ黒姫山の東斜面に開かれており、品野町インターチェンジからも近く、初心者から上級者まで楽しめるコースを持つ中規模なスキー場である。黒姫山の裾野に開けたゲレンでは、上部が中、上級、下部が初級のコースレイアウトとなっており、 特に初級コースの割合が高く子供連れの家族が目立つ。その要因として、下部の初級エリアでは、スノースマイルという平均車度12度のファミリーエリアを設けており、45メートルのスロープを設けた総理専用ゲレンデや全長700メートルにも及ぶ国内トップクラスのチュービングコースを設けたり、子供向けのイベントも多数実施している。以前は上部にもう一つ、 標高差300メートル以上の上級コースがあったが、雪付きの悪さと、シャドウがきつすぎて、滑れる人が限られたこともあり、現在は廃止されている。写真の通り正面には、野尻湖、マダラオ山が見え、北部には、妙高山、南部には、飯綱山が眺められる景観の良いスキー場である。豪雪地帯でもあり、トップシーズンは大量の雪が降る。 写真の通り幅の広い開放的なコースが多い。リフトは、クワットリフトが一つにペアリフトが5本となっているが、クワットリフトでコースの6割ほどをカバーできる。童話のモリスノーウェーブは一周 3km と 5km の全日本スキー連盟公認クロスカントリーコースである。ありがとうございます。